こんにちは、店長武蔵チャンネルでございます。今ね、自動になってるんでちょっとね、これいじらせていただいてすいませんね。はい。で、今ね、都内とか神奈川県、千葉県、その他、自粛、外出自粛してくださいというようなね、ことになっていますので、なかなかご自宅で何いらっしゃいますか、皆さんね。あ、 YouTube 見てるいいですね、なんて。よくないじゃないか。よくないんですけどね。今はね、ちょっとこう抑えて、そしてまたね、就職することになったら、よし、これから行ってやるぞっていう感じでね、そういうのもこうね、待ちながら今ね、抑えていただければと思うわけですが、出てないからいいですか、うちは大丈夫下に来ただけなんでね、開けてますけど、人通るんですよ、結構ね。大丈夫ですか、皆さんね、電車どっか出かけるんですかね、なるべくならね。うん。で、一応今日お見えになる予定だったらね、お客様のちょっと自粛要請ということなんで、また今度っていうことでね。はい。だとコメントもいただきましてね、ちょっと行こうと思ってたんですが、残念ですねではい。で、今日はですね、何をやってるかというと、見えますか、これターセリー、あ、じゃなくてこっち手前のね、これ GP125。 ちょっとこの間、この間で先日入荷し、昨日ですか、はい、お客様の注文なんですけど、でちょっと外装にちょっと傷が、大した傷じゃないって言われはそれまでなんですけど、でもやっぱ新車ですしね。はい。で、ここのところ、ここのところ傷ちょっと擦れてるんですよ。でもちろん、こう、なんか擦ってね、うまいことこう、あれすれば、まあ、パッと見わかんない。お前、ふざけんなって。お前もそんなこと言ったらダメですよね。ダメですよね。うん。なんで、一応ちょっとね、じゃあこれはちょっとまずいからなと思ったんで、キムコさんの方にね、クレーム申請という交換なんですよ。でもこれ交換するのに、ちょっとね、ちょっとやばい。ほとんど、というか外装全部外して、やっとここが最後に外れるみたいな。まあ、それはまあまああれなんですけど、はい。で、これ USB ここについてるじゃないですか、GP120 がね。わかります？カタログとかね。で、後ろを見ましょう。ね、後ろがどんな風になってるかっていうと、やっぱりメーカー純正ですからね。で、まあ、ここにヒューズが入ってて、このヒューズアクセスするのめんどくさいですけどね。そして、ここにコントローラーが入って、ね、そして、コネクト、こういうコネクト、防水コネクトになってるんですよ。しっかりしてるでしょ？でも、ここが防水コネクタになってるんですけど、ヒューズのところがいまいち、ちょっとこれ防水ヒューズじゃないちょっとね、ここ防水コネクタでもね、コントローラーとか、まあ仮に防水コントローラーも防水コートじゃないんじゃないですか、これ。うん。何かがこう抜けているような気がする。あ、まあ、メーカーのあれを、まあ、あだこだ言うんじゃない、誰に言ってるんですかね、わからないですけどね。なんで、やっぱりちゃんとしっかりしてますよ。うん。最近デイトナさんとかのもありますけど、あれもコントローラーついてるじゃないですか。ね。うん。このあたりがね、うん、やっぱりメーカー純正なのかなっていう感じはしますよね。はい。で、これつなぐ。で、これを外したいんですけど、これ外さないでね。で、4つ外したんですけど、下の3つ外す。うん。で、あと、何でしたっけ、これ。リフレクターですか。リフレクターも外して入れ替えると、うん、でこれやってる時に気づけたら意味ないですから、他のとこね、最悪ですよね。これやるために自分ね、そんなことになったら大変なんで、そうならないように気をつけて作業をするということなんですよ。で、すいません、はい、ちょっと道お尋ねしたいんですが、はい、神奈川市役所行くのには、はい、こっちから行けます？行けます。どっちからでも行けます。近いのはどっちですか？同じぐらい。ありがとう。はい。鎌ヶ谷市役所。マスク取って話そうとするから、マスク取らないでいいと思うんですけど、あ、下手に取られない方がね、今はね、うん、いい。開けてると声とかけられる、まずいですよね。やっぱり閉めといた方がいいですかね、シャッターね。うん、やっぱりね、怖いですよ。うん、まあ、自分ももしかしたらね、ほらウイルス持ってるかもしれないし、ね、相手の方もね、もう結局、完全に病気になってなかったとしても、ウイルス持ってるんですよ。
りますよ。皆さんどうですか。なるほど、うん、マスクはされてますか。あ、手に入らないなのと、買い置きももうついこそついてる、うん、大変ですよね。もう外れたじゃないかって、うん、そうですね、はい、新品だから綺麗ですよね。これうまい、こうなんかずっとこうやって擦ってれば、うん、なんかあのこうほらあれだよ、樹脂の深さみたいなね、ああいうのとこううまいことこうやってれば分かんないような感じもしますけどね、うん、ダメなんですよ、ついね、あ傷があると思って、で傷があるでしょ、そうするとまあ仮にですよ、仮にそういうことするわけじゃないんですけど、分かっていて、でお客さんがね、あ一応外装はチェックしてくださいと、で後からだとちょっとクレーム聞きませんのでってやっぱりあるんですよ、ね、それサインしてもらうんですけど、で中にはね、ああ乗せ乗ったらすぐ傷ついちゃうからいいですっていう方もいらっしゃるんですよ。はい、あと信用してますとかね、いや信用されても困る、信用はされない方がいいですよっていうね、はい、そういうのもありますし、いろいろあるんですけど、うん、まあ、そういった、ちょっと待って、電話ですね。お電話いただきました。はい、メテルモーターサイクルです。あーどうもお世話になります。はい、はい、車載番号は分かります今、はい、ただ登録は4月に登録するので、ちょっとまだなんですけど、もしあれだったら車載番号言いましょうか。ショートメールはちょっと難しいですね。できれば普通のメールか、送っていただければうちの方に返信させていただきますので、ええ、申し訳ございませんがよろしくお願いします。4月、2日以降の登録になりますから、2日以降、うん、まあ、2日の日の夕方とか以降でしたら、まあ大丈夫ですかね。はい。はい。あ、はいはいはい。まあ、3日でしたら大丈夫だと思います。準備は、しておきますので、はい。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 よろしくお願いします。はい。はい、どうも。失礼します。ありがとうございます。さて、そんな感じでですね。これね、新しいやつあるんですよ。それがこちらでございます。袋からは出してますけどね、うん、綺麗綺麗っていうのもなんなんですけどね、当然ですけどね。でこれにこれ戻していくんですよね。早く戻さないとね、あんまりねこういう状態だとやっぱりお客様的にもね、こういう作業っていうのは傷つけたら意味ないの、他のところをね何の意味もなくなってしまうので難しいんですけど、特にスクーターとかね、こう外装がほとんどこう組んであるんで、おそらくこの例えば PCX みたいなそういう場合だと嫌がるんじゃない、多くの人の心はね、いやこれちょっとっていう風にねなるかもしれないですけど、どうですか。そしたらこれと組み合わせると、ポケット、これ面白いね、ポケットが要はこれとね、
これはね、ここのところにこうはまるんですね。ピッとね。これよく作りますよね。ね。後からこうバラしてる方がね、あ、こうなってんのかなんてね、あれですけど。簡単にね、あ、もっとこうだったらいいのにな、なんでね、ここがこうだとさ、なんてこれがないんだよねとかさ、いろいろある、あ、言いますよね、あ、ね、オーナーはとかってね。だけど実際ね、設計してるあれをね、あれするとなかなか大変なのかなとか。部品があってよかったですよ。まれにクレームとかね、部品がないときあるんですよ。昨日入ってね、昨日すぐあれして、今日来てますからね。昨日の今日ですから。え？まあ、動画だとわからないって言われ、それ、昨日の今日とか言って、本当は2ヶ月ぐらい経ってからまたやってんじゃねえのなんてね。それで昨日の今日なんて言ってんじゃないのなんて。動画だしって。確かにね。でも昨日今日なんですよ。そう、昨日の動画ないですけどね。撮ってるんですけど、さすがにそれはね、あんまりお見せするような動画、メーカーの方に見てくださいっていうね、動画、はい、ここがこうですっていう動画を、最近はもう動画、写真もあれするんですけど、動画でね、うん、やっぱり動画の方がいいじゃないですか。分かりやすくてね。でこれ全体で撮れるし、でこうね、こう撮りながらやれ言えるんで、そうするとなんかアップでその部分しか撮ってないと本当にその車両なのかどうかもわからないみたいなね。信用金子さんは信用してくれるんでいいんですけど、なんか日本のメーカーとか信用しないみたいな、基本的にはね、基本的に信用しってことは、そういう人がいたってことですよね。過去にだからそういう信用されないようなことをしちゃってる人がいるんですよ。そうだ、そうするとメーカーの方は信用しなくなるんですよ。わざと傷、わざとじゃないや、間違って傷つけてね、お店の方で、それでいや初めから傷ついてたみたいなことを言ってくるとか、そういうことがあるみたいですよ実際ね。やっちゃったってなんかすごい高いんですよ、部品がね。だからそういう問題じゃないんですけど、そういう問題じゃないんですけど、やっぱりね、できました。でこれ戻すんですよ。あ、これね、せっかく外してるんで見ましょうよね。組み付けるところはもう途中で終わりかもしれません。時間的にね。あ、こういう時にこそライブ配信みたいなのやればいいんですかね。でも、うちどうやってやるんだろう。できるんですか？カメラで、そういうウェブカメラってやつでやるんですかね。そうするとね、外出自粛で家にいなきゃいけないから、で、あ、まあもちろん、外に行く方もいらっしゃるかもしれないですけどね。でもまあ、やっぱりこういう時だから、ね、家でちょっとゆっくりしてよ。で家にいて、でも、まあ、テレビ、ね、ラジオ。まあ、いろんなのありますよね。あれやっぱりいいですよね。ゲーム、ネットのね、ネット対戦型のゲームとかやるといいのかもしれないですけどね。はい、そうすると、世界中の人たちとね。いいですよね。で、そうね、だからやってるとか、ね、ネットでね、配信してありますよ。多分ありますね。で、これ、見ていただくと、ここなんもないじゃないですか。わかります？ね、骨組みが、まあ、スペースがあるじゃないですか、ここ。要は、ここにバッテリーが入るんですよ。あっちの方に置いてあるかな。ちょっとすいませんね。いろんなところに置いてあるんですけど、あそこにね、バッテリーありますよね。そう。ここにバッテリーが入るんですよ。で、あとこの配線ですよね。この配線と。で、今のスクーターっていうのは、ここにガソリンタンクを置くようにしたんですよね。ここにガソリンタンクを置いて、そして、まあ、ここにガソリンタンクあるんですけど、これがなくなって、でこのスペースがここにすぐバッテリーを置くみたいな、逆にね、バッテリーここに置いて、でここのスペースをちょっと広くする。だからこのフレームをちょっと形状変えてると思うんですけど、で昔はキャブ車だったので、
ガソリンタンクを高いところに置きたかったんですよね。で、要は自然落下でキャブの、まあ、ここがまあキャブ、昔はキャブがあったところに送るっていうね、そういうことだったんじゃないかと思うんですよ。うん、それで高いところにこれつけたんじゃないか、ガソリンタンクをね。はい、それが今ではインジェクションになったので、インジェクションって熱圧をかけ、燃料を送り込んで、圧力をかけてる状態にして、で、開いて、ちょっと開いて、シューって出すっていう仕組みでいいですか？ちょっと違いますか？まあそんな感じですよね。うん、要は圧力かけて、常にね、燃料ホースのところずっと圧力かけて、で、インジェクターっていうところにも圧力かかってるところで、で、パッて開くと、そこピャッて出るというような仕組みだと思うんですけど、要は、負圧っていうんですか？シリンダーがこう動いてピストン運動で吸い込まれるあれを利用してガソリンを送り込んでるんじゃなくて、コンピューターで判断して決まった量を今最適な量と思うものを出すという仕組みになっているということで、結局燃料ポンプっていうのが必要になっちゃった。で、燃料ポンプで常にこう圧力をかけるですよね。いいですか？そんな感じだと思うんですけどね。キャブ車の頃もね、燃料ポンプついてるのあったんですよ。でもあんまりないですよね。どちらかというとやっぱり自然落下式みたいなね、感じだと思うんですけど、そうするとここじゃなくても良くなっちゃう。高いところに置かなくてもいい、下の方に置いてもいいわけですね。燃料ポンプで送り込むから。で、多分この位置にしたんですよ。で、燃料っていっぱい結構重さ使うんで、車両によってはやっぱ8リッター大きな車両になればね、10リッターだ15リッターだとかなってくるんで、だからこういう低いところに置いて、燃料をですね、重いものっていう意味で下に置いて、まあ、バッテリーも重いんですけどね。バッテリーも結構重い。でもバッテリーさすがに5キロ6キロにならないですからね。オートバイのバッテリーなんて 1. 何キロとかですか。結構重いですから、ね、筋トレするんですよ、ね、あんまりないと思うんでね、こういうねフレームになっちゃったさあつけましょう、うん、で、これね、マイカバーどうしてこうなってるかというとですね、ホイールがタイヤがついてると抜けないんですよ。こう丸い状になってて、だからタイヤ外してる状態、ホイール外してる状態でやっと外せるんですかね、前のこのカバーって。だ、大変なんですよ。なんでちょっと傷つかないようにタオルを巻いて、そこにちょっとね、乗っけてるっていう状態にさせていただいております。これね、結構ね、作りが、うん、それで、まあ、とりあえずこれ戻しましょうね、はい、あんまりね、難しいな。どうやってできないんですかね。こうやって入るんじゃないですか。USB やつなんですよね。入ったじゃないですか。入りました。見えました。もう何度入れたよって。そんなに変な作りじゃないですね。いわゆるって感じじゃないんですよ。なんかそんなにこう苦労するような作りではない。好感が持てる。まあ元々はエッジ車のね、あれですから。ただエッジ車は最近は複雑回帰になってきてるんで技術をひけらかそうとしてるのか、俺たちはこんなことができるんだぜ、そんなことはないです。私は決してエッジ車を、私はエッジ車好きですから、はい、勘違いされると思いますけどね、私はエッジ車が好きです。エッジ車のバイク乗りましたよ。 VFR400 でしょ、 CBX1000、 あと何乗ったかな、何乗りましたかね。あと、まあ、CT100 とでしょ、あと CB125TJC06 ってやつ乗りましたよ。あと CB125 の K3、うん、これもずっと、バイク屋じゃない時ですから全部ね、バイク屋になってからのはね、あれですから、バイク屋になるのは、ね、結構ね、エッチ車のは乗りましたよ。一番乗ってないのはやっぱり軽車じゃないですか。キムコじゃないですよ、はい、日本の軽車、日本の軽車はあんま乗ってないですね。っていうか乗ってない、いや、自分、いわゆる自分で乗りたいから買う。でもね、バイクの免許を取ろうと思った時に、
バイクの免許は取りたいなと思った時に欲しいなと思ったバイクがあるんですよ。皆さんもやっぱありますよ、そういうのね。あ、これに乗りたいとかあるじゃないですか。それは、あ、K 車じゃなかった、 S 車だったS 車のバイク乗りたかったんですよ。 S 車のバイク乗りたくて、それで免許取ったようなもんですよ、大型免許をね、はい、初めからもう、うん、あの最初は大型免許じゃないんですけど、原付車も、要は車の免許しか持ってなかったんで乗れないじゃないですか、原付車ね。で、原付乗りながら乗りたいと思ったバイクが、でその前に、最初に一番とにかく最初に欲しいと思ったバイクがあったんですよ。で、シャッターキーですね、これね、シャッターキー。シャッターキー横につけるんですよ。シャッターキーはね、後付けなんですよ。こうかな。どういう風になるの、これ。それで、結局ね、うん、あの免許はそれで取ったんですけど、ただその欲しいと思ったバイク結局一回も買ってないですね、乗ってない、うん、乗ってないです。はい、一回だけ7班を下取りでありましたんで、それはちょっとそれで乗って一回りしたことありますけど、ないですよ、ない。免許を取る前ですね、あの要はいけない漫画を読んでたんです。いけない漫画って、あのいけない漫画って違いますよ、大人の漫画じゃなくて、ある意味大人の漫画ですけど、大人の漫画ですよあれね、違います。例えばね、あの少年誌に載ったあのバリバリなんとかとか、あとその昔だと七班ライダーとかね、あ、いいですよ七班ライダーね、まあ余計なことですけど、あの七班ライダー話はそれてますけど、七班ライダーって最初の方、一巻から最初の方は、なんか怖い感じのお兄さんなんですよ、主人公ね。いかにもって感じなんですけど、それが途中からなんか優しい感じのお兄さんに変わっちゃうっていうね、イメージがね。そんな感じでしたよね。うん。ずっと読みましたけど、あとバリバリ伝説ね。いいですよね。バリバリ伝説でもそれ出てきた。秀吉でしたっけ？秀吉さんでいいですか？秀吉さんが乗ってましたよね。でも秀吉さんの乗ってたあれに憧れたんじゃないですか。そう、あの首の長い動物あるじゃないですか。それの漫画に出てくる最初にね、1から 4巻まで、ホリゾンタルグレイスって言うんですか、ホリゾンタル、あれなんだあれなんか変だな、あ、まあいいや、うん、その最初のね GSX1100S 型な、 それの250、400ってあるじゃないですか。かっこいいですよね。1100のはかっこいいです。1100のあのちょっと違うんですよね、前のね作りがね、あの組み合わせ式のカウルになってるんですよね、400と250はね、確か。でちょっとね、気持ちが短いんですよ、なんか雰囲気的に、あのヘッドライトの前のこの若干くちばしっぽいところが。1107班と1100はね、ちょっとで1100をし、結局一回も買うこともなく乗ることもなかったですね。なかったっていう現実まだあるんですけど、先ね乗ろうと思わない買ってじゃあ乗ろうかと思うと思わないですもんね。なんでですかなんでだと思います。はい、で一回あの下取りを7班で下取り、7班の下取りがあって、でもほらちゃんとセパ班、ちゃんとじゃないんですけどセパ班になってて、スクリーンもついてましたけど、うん、ね、昔はあの幸運機ハンドルっていうのがついてたらしいですよね。でスクリーンがなくてこういうねパイプ班でこう手前に来てるやつ、幸運機ハンドルって呼ばれたらしいですけどね。私はよく知らないんですけど、1980何年でしょう、1年とか2年の話ですよね、3年とかね、はい、私その時もう中学生ぐらいでしたけど、でもバイクに興味なかったね、はい、うん、でそれがあの昔はうるさくてね、ハンドルをパイプ班からセパ班に変えたりとか、あとスクリーンって認可取れなかったから、法律上スクリーンダメだったって、すごいですよね。何ですか、暴走族を連想させるからみたいな、なんかよくわかんないですけど、うん、まあ、国のやることってのはよくわかんない、まあ単純そんなもんなんですよ、うん、それでダメだから、でも輸出しようにみんな憧れて、スクリーンつけてセパハンにしてたって。そうするとおまわりさんに止められて、はい、何これ輸出しよう、あ、国内しようだねっつって、ダメだよっつって、それであの取締りの対象になっちゃうんですよそれが有名な昭和の刀狩りです。皆さん歴史にありますよね、刀狩り、それです。それが昭和の刀狩りです。
そんな感じなんかお客様みたいなちょっと一旦失礼させていただきます。ありがとうございました。